パッケージ内容。ブラケットを取り付けます。ネジを回して締めます。奥の操作をご参考ください。ブラケットは OK です。ブラケットをモニターに設置します。紙を剥がしてフロントガラスまたはダッシュボードに設置できます。モニターにアンテナを設置します。カメラにアンテナを設置します。ネジをカメラ側の穴に入れます。カメラをお車に固定します。カメラの角度はご自由に調節できます。好きな角度に調節できます。テストします。モニターコネクタを差し込みます。1本の電源コードをモニターコネクタに接続します。もう1本の電源コードをカメラに接続します。赤いコードを赤いコードに接続、黒いコードを黒いコードに接続します。同じ色のコードを組み合わせます。緑コネクターのネジを緩めます。組み合わせた赤いコードを、プラス、の穴に差し込みます。組み合わせた黒いコードを、の穴に差し込みます。ネジを締めます。接続完了の緑コネクターをシガーライターに差し込みます。電源を通します。赤いボタンを押します。画像が表示されました。カメラをテストします。カメラ側のセンサーを押します。赤外線ライトは点灯しました。テストの接続を取り外します。モニターコネクタを差し込みます。1本の電源コードをカメラに接続します。赤いボタンを押して、画像が表示されました。赤いコードを正極、プラスに黒いコードを負極、またはアース線。デフォルトにはガイドラインがあります。モニターの背面です。アップボタンとメニューボタンとダウンボタンと画像反転ボタンと電源ボタンがあります。
プラスアップボタンとダウンボタンで切り替えれます。カメラ1チャンネルでは、信号はありません。デフォルトはカメラ2チャンネルです。メニューキーを押します。明るさ、コントラスト、ガイド線のオン、オフを調整できます。アップボタンとダウンボタンで切り替えれます。アップボタンとダウンボタンでガイドラインをON、オフに切り替えれます。オフにすると、ガイドラインが非表示になります。ON にすると、ガイドラインは表示です。カムニモードに、メニューボタンを押します。H というアイコンがモニターに表示されたら、ガイドラインの高さを調節できます。アイコンが、V に切り替えてから、ガイドラインの垂直を調整できます。アイコンが、W に切り替わった、ガイドラインの幅を調節できます。再度メニューボタンを押すと、メニューモードは終了です。電源コードをバックカメラに接続します。小短くて白いコードはアンテナです。それをナンバープレートの背面に設置できます。ネジでカメラを固定します。カメラの角度を調節できます。ナンバープレートの前面に設置しても問題ありません。ネジでカメラを固定します。ナンバープレートの情報は非表示になりません。バックカメラに給電します。赤いコードを正極、プラスに黒いコードを負極に接続またはアース線です。アップボタンまたはダウンボタンでチャンネル2をチャンネル1に切り替えます。アップボタンまたはダウンボタンでチャンネル1をチャンネル2に切り替えます。完了です。